注意事項です。ご理解をよろしくお願いします。強行性か、こんなところに呼び出して何かご用ですか？こんなところとは言い草だな。最初に私をここに呼び出したのはそちらであろう。それでご用件は？何、お主らはそうそう表に姿を見せないからな。改めてお礼を言いたいと思って呼び出したのだ。エルサレムの奪還及び周辺地域の安全確保、誠に痛み入る。それは、どうも。それで、なんだ、もう一つ骨を折ってもらえないかと思ってだな。そちらが本題でしたか、なんでしょうか。何、お主らの力があれば我が宗派の力をより世界に広めることができるのではないかと。なるほど、強行成果のお考えはごもっともですね。お主らがスムーズに活動できたのも我々の後ろ盾あってこそ、何とぞ協力願えないであろうか。やはり了承してきましたか。いたしかたありません。強行成果、あなたは何か大きな勘違いをされているようです。勘違い。我々の統治下において宗教などというものは全くをもって意味をなしません。後ろ盾をしていたつもりであったのなら勘違いも甚だしいというものです。あなた方を最初に取り込んだのは我々にとってその方が都合が良かったからに過ぎません。しかしだな。やれやれ。聞き分けのないお方ですね。何を。おやすみなさい強行成果。あなたの後釜には我々にとって都合の良い人物を据えておきますよ。あれ、森はどこに行ったんだ。私ならここにいますよ。どこに行ってたんだ。ちょっと強行から呼び出されましてね。もっと勢力を広げてはどうかというアドバイスをいただきました。ほう、具体的には。人工生命体の力で世界を取ります。マジかよ。まあ今が1492年だしできないことはないんだろうけど、それにしても大きく出たな。そうまで言われてしまってはやらないわけにはいきませんからね。まだまだ未知の地域も多いですが、世界制覇を目指して進めていきましょう。とりあえず現状中途半端になっているヨーロッパの制覇からですか。まずは大陸で唯一残っている大国フランスからいきましょうか。フランスがこの扱いである。人類の中では強国と言えるフランスも人工生命体と比較するとかわいそうですね。そんなわけで宣戦布告。巡り巡ってデンマークとの戦争に移行します。これ前回言ってた四戦国が変わるやつか。そうですね。特にヨーロッパは小国が乱立する関係上、同盟関係が複雑に絡み合っているので、意識して四戦国から占領を進めていくとどんどん連戦できます。基本的に反乱も湧かない上に戦力もある程度コントロールできる点は楽ですね。とはいえヨーロッパの場合は小国が多い故に首都要塞が多いのは難点ですが、ヨーロッパへの本格侵攻から10年でまだ全ての国を併合できていません。戦力は過剰なのでこの後はアフリカやロシア方面に伸びていくことになりますけどね。早々主戦国から潰していく弊害がありまして、弊害、属国がいる国を先に潰してしまうとその属国が我々の属国になってしまうんですよね。ほんとだ、ヌベールって国が属国になってるな。厄介なのがこの属国、扱い上は戦争の結果で属国になったという扱いなので、一定期間属国解除ができないんですよね。外交併合すればいいんじゃないのか。それが残念ながら人工生命体は関係改善ができないので外交併合もできないんですよ。なんか不思議な状態だな。しかもこの属国、イレギュラーな存在ゆえなのか他国を占領させた時の挙動が安定しないんですよね。人工生命体が占領した時と同じように即人工生命体の領土になる場合もあるんですが、通常の戦争のように占領地になる場合もあるんですよ。結果的に一部の戦争では通常の講和をする必要が出てきています。そして通常の講和をすると中核化もされないですし反乱軍が湧くこともあります。違いは何かわからないのか。はっきり言って不明ですね。EU4 の世界において人工生命体の存在自体がイレギュラーな存在なのでそういうことも起きてしまうんだと思いますが、ちなみにこの現象、属国だけでなく強硬国や植民地国家でも同様のことが起こります。なのでできる限り属国は作らない方が賢明でしょうね。話は戻って時は1528年、
アフリカに残った最後の国ムタパを解放し、ヨーロッパに続いてアフリカ大陸も制覇します。終結の瞬間がわかりにくいぞ。講和することがないですからね。終わる時は味気ないです。同じ頃には新大陸への植民も進んています。原住民国家への足がかりとするためですけどね。人工生命体も植民速度は通常の国と変わらないので、もし未開拓地域を残したくないということであれば、ヨーロッパの植民国家を後年まで残す必要があるでしょうね。そして足がかりができたところで進行を開始。探検は進めてあるので問題なく進行できます。さらにインド方面に進出した我々は東南アジアにも手を伸ばします。アフリカ進出の頃から感じていたのですが、内陸は探検できず地図が開かないのが非常に面倒なんですよね。まあ普通の国だったらここまでの速度で進行できないしな。そういう意味で島国は進行がしやすいです。1540年頃にはインド方面の攻略も完了します。そしてここからは東南アジアから日本周りで島国と新大陸を中心に進行。大陸での進行は一時中断します。戦力的にはいけたんだろ。そうですね。ただ先ほども言った地図が開かないことの面倒さと合わせて、指示することの多さ、見る範囲の広さに疲弊してきてしまいまして。なるほどな。そうして各地の攻略を進めまして、1568年、いよいよ最後に残した明の攻略に臨みます。まあ正確には明との戦いの最中に増える国があるんですが、どういうことだ。イベントで現在の台湾にできる国と、明で発生したチャガタイの独立派が独立してしまうんですよ。あ、なるほど。そんなわけで明戦を背景に人工生命体を呼んでの感想ですが、やっぱり占領と同時に領土が広がっていく感じはとても気持ちがいいですね。特に明のように大きな国の国名がどんどん小さくなっていくのは、とても気持ちの良いものでした。反面人工生命体自体、公式のものとはいえイレギュラーな存在なので、おそらく想定しない挙動をしているところもあるんだろうなと思います。とはいえ全くプレイできないなんてこともないですし、むしろ通常の国では味わえないこの気持ちよさはぜひ体験してほしいところですね。あとはやはり宗教や反乱などに悩む必要がないというのも大きいかと思います。さすがに一切内政をしなくてよいというわけではありませんが。内政だと何をしたんだ。主なものは人的資源の確保と資金の確保ですかね。人工生命体は呼び出した際にある程度の人的資源と資金を得ることができますが、さすがに世界制覇までしようとすると足りませんでした。要塞の撤去をして支出を減らしたりもしてましたね。細かいことはいろいろやってるのな。とはいえかなり絞られていますけどね。特に大量に軍を展開するようになってからは大半が各軍への指示になります。世界は広いしな。まあ必ずしも制覇までやる必要はないとは思いますが、戦争に関して言うとやはり地図が広がっていかないのはかなり不便ですね。移動速度もそうですし、何より敵軍が見えないのが不便です。でも普段も戦場のキリがあるだろ。そうなんですけど、この地図たとえ隣のプロビを確保しても開かないのが難点なんですよ。おかげで少量の軍が向かった先に敵軍が待ち構えていたことが何度かありました。せめて隣のプロビを占領したら開いてくれると嬉しいんですけどね。気になるポイントもいくつかありましたけど、他の国では絶対にできないプレイができるというのはやはり面白かったですね。というわけで無事に最後の都市を攻略。これにて人工生命体による世界征服、地球征服の完了です。最後にタイムラインだけ流して今回は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー励みになります。高評価やコメントも嬉しいんだぜ。また見てくれよな。